BMW の G650 クロスカントリーでございます。ご制約いただきましたので、申し訳ないね。ちょっとあのいつぐらいにできますかっていう、やばいやばい、まあ、他にもね、昨日もあのちょっと GB250 クラブずっと預かってるんですけど、でちょっとね、まあ、バルブは磨いたんですけど、ヘッドもやっぱり磨かなきゃいけないでしょ。だからちょっとね、なかなかあの少しずつ少しずつしか進んでなくて、お見合いでどうですかっておっしゃるんでね、いろいろあります。他にもあのちょっと事故もね、部品も入ってこないとダメなので、あと他にもね、まあ、ちょっといろいろと、ということで、とりあえずですね、まずエアクリーナーの点検ね。エアクリーナー綺麗。これ多分ね、焦がしたんじゃないかと思うんですけどね。それからそんなに走ってないっていうのもあると思います。綺麗ですね。で、バッテリーはね、この間外して、さっきこの間エンジンかけた、お客さんお見えになった時にエンジンをかけたんですよね。それからエンジンかけてないんですけど、ちょっと外してみたところ12.68ボルトぐらい出てるんで、まあ全然問題ないですね。で、まあその他ですね、ちょっとウインカーがもう折れちゃってたんでね、ここだ。こうやってこう、ダメになると折れちゃうんですよ。ね。樹脂の部分がね、ボロボロになっちゃうね。で、この純正タイプ、純正チックな LED ね、これに交換。ただですね、クロスカントリーはそのままつけると、ちょっとね、点滅早いんですよ。でも車検ね、多分大丈夫じゃないかと思うんですけど、1分間に120回まで大丈夫でしょ？120回は、行くか行かないかぐらいじゃないかなと思うので、多分大丈夫なんじゃないかなと思うんですが、結構早いんでね、パッ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 ってなるとやっぱりあんまり良くないかなということで、まあ、抵抗を入れて、で、ウインカーリレーを変えるのが一番いいんですけど、これウインカーリレーが見当たらないんですよね。何で点滅させてるんですかね。で、パーツカタログ見てもわからない。ウインカーリレーらしきものがないんですよ。この辺のリレーはね、違いますからね。そうするとメーターの中に何か入ってるのかなとかね、そういう IC タダだな、でも電圧拾ってるような気がするんですよ。どういうふうになってるのかちょっとわからないんで、とりあえず抵抗を入れるのが一番早いですからね。抵抗を入れて、やってるんですけど、私あの勘違いしてましてね、抵抗をどうやってつなぐのかっていうね、つなぎ方ってあるんですよ、抵抗のね。で、電気に詳しい方だったら、まあ、あれでしょうけど、並列につなぐね、並列にね。だからウインカーリレー LED のバルブとこの抵抗がプラスからこう来て分かれて、でまたつながって合わせに落ちるというようにしなきゃいけないね。で、抵抗の2本ずつ出てる抵抗が売ってるじゃないですか。あれはどうして2本ずつ出てるかというと、その部分だけで並列配線作ってくれるからです。で、抵抗だけで両脇ピッて配線が出てるやつはエレクトロタップ使って止めちゃうっていうね、大体そんなパターンです。それでとりあえず点滅するようにね。機械式のリレーが入っていればスイッチングタイプとしかなんていうんですかね、ある程度電流が流れるとパチッて切れる で、また戻る、また切れる、それの繰り返しですよね。ああいうのがついてるんだったら、それを IC リレーに交換してあげればいいんですけど、どうもね、わかんないんですよね。で、仕方ないんで、ちょっとやったんですけど、その配線の仕方がいまいちよく、私、なんか理解してなかったみたいで、毎朝だとちゃんと普通につけてたんですけどね、なんで、なんか久々にやったら勘違いしてたね。ダメで。で、いろいろやって、で、バラしてね、どういう仕組みになってんだ、この配線はどういう仕組みになってるんだ、切って開けて、で、こうなってんのかと。そうなると、やっぱこれ並列配線なんだなと。直列につないじゃダメね。抵抗値が倍になっちゃうからね、全部ね。で、結局抵抗の方に電気が一番いっぱい行くんでしょうけど、で、結局点滅っていうね。で、普通だったら何ワットっていうことだから、一箇所に何ワットつければね、極端なこと言うと、後ろ LED でも前が10ワットの、全部10ワットの時に、前後10ワットで20ワットのものをね、点滅させようとしたときに、後ろが LED にしました。で、前10ワットのままだ。そうすると、まあ、速くなっちゃうと思うんですけど、じゃそれを前を20ワットにしてあげればね、まあ、18ワット、19ワットでもいいですけど、まあ、ない、そういうのないから、まあ、20ワットとか、そうすれば点滅すると思うんですよ。
でもこれ点滅しないんですよ、それだと。なんですかね、なんか変、どういう仕組みになってるのかもわからないから、まあ、とりあえず、まあ、抵抗をね、前も後ろも入れて、そして今、やっと点滅するようになりました。はい、だからあとは戻してね、はい、あとこの、うん、戻す、とにかく戻す、どんどん戻す、ね、早く戻さないと、うん、カメムシが死んでる、なんでカメムシ死んでる、死骸が、カメムシの死骸が入ってる。で結局、まあ、こんな感じでね、はい、であと この車両の場合はこう、ね、マスターシリンダーのこのスイッチ、ブレーキスイッチがダメだからね、え、なんでダメなのこれ、まったくね、いろいろあります。あとクラッチカバーね、クラッチカバーダメなんで交換、はい、新品に交換をします。であとタイヤを前後新しいものに、新しいものというかあのロードタイプのものに交換をいたします。あとやっぱりクーラント変えた方がいいでしょう。ブレーキフルードはもちろんね、まあ後ろのことも変えた方がいいでしょう。その他、まあいろいろとあると思うので、まあエンジンオイルももちろん変えるね。うん。で、それをやって、お渡しというような流れになってございます。ということで、今ね、私がやろうとしているのは、この LED をね、配線やったから、これを、後ろはね、もうくる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 って巻いて、しまっとくしかないでしょ、この辺に。この辺にね。後ろの方にしまうしかないんですよ。くる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 ってね、はい、なんでまあとりあえずね、うん、よかった形に、形というかあのちゃんと点滅するようになってね、早いけどいいかななんて一応思ったんだけどダメで、結局ねついてたウインカーはもう全部ね切断、これ切断するしかないよね方法、だってそのまま繋がっちゃってんだもん。なんかねこう腑に落ちない作りですね。こう中外して抜くのかな、ピンでピンピンって、そういうことですね多分ね、作りとしてはね、はい、多分そうだと思います、うん、そしてね、もう擬宝紙もねかなり使っちゃった。もう久々に悪戦苦闘、このウインカーにするのにすごい時間かかっちゃって、1日かかっちゃうまずいよねこれに、1日かけちゃダメでしょね、半日でやる、いやいやですね、半日をだろうな、オスメス入れないこれどうしてオスとオス、メスとメスなんですかね、これね、そう、これにね愕然ときたんですよ、なんだこれやつって、ね、これよし、そしたらこれ、ね、いますか、ということで LED 取り付け完了でいいですかね。ちょっとね後ろがねいっぱいになっちゃうんで難しいですよね。すっきりしない、うん、抵抗入れてるんでね、とりあえずそういうところで、ね、外はね嵐ですね。ちょっと落ち着いたかも、はい、ということで